皆様このキャラをご存知でしょうか？こちらは大人気漫画僕のヒーローアカデミアの本編に出てくる。わけでもなく映画オリジナルのキャラ、ダークマイトです。ヒロアカのオールマイトという平和の象徴を目指しながら後藤にダークをつける存在自体が矛盾している人物です。このキャラは最終決戦の直前にラスボスではなく主人公陣営を襲ってくる旗迷惑さだけではなく、彼特有の言動。ダークマイト構文が彼をただの立ち物とで終わらせない魅力を放っています。今回はそのダークマイト構文を視聴者にわかりやすくお伝えします。では行くぞ。一つと、新時代を作るには何が必要だと思うかね。そう、破壊だ。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクスト特報に。はっきり伝えたいことを質問を通して勝手に断定する構文。独りよがりな彼の初セリフにこの上なくふさわしい。使用例。一つと、この映画によって何が損なわれると思うかね。そう、余韻だ。球体にしがみつく者どもよ。新たな象徴を前に己の脆弱さを思い知るがいい。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクスト特報に。相手が間違っていたり、否定するときに使う言葉。自己を勝手に象徴と棚に上げる傲慢さが出ていて、二言目にして彼がどういった思想を持っているのかはっきりと理解できる。使用例。球体にしがみつく者どもよ、新たな象徴を前に己の脆弱さを思い知るがいい。ダークマイト。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクスト特報に。気さくな自己紹介。特報内ではデクにお前はオールマイトではないと正論 100万%スマッシュを打ち込まれた際に繰り出した反撃。その意味不明さとは裏腹に使いやすさは高く。ダークとつく言葉なら何にでも便乗できる優れもの。さらに闇落ちしたキャラにも勝手にダークとつけダークマイト伝説を幕開けすることができる。使用例。これさ劇場版5作目に闇落ちしたデクとか出てきそうじゃない？デイクネス。これが、象徴の力。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクスト本予告。象徴は概念ではなく物理的で見せつけるものであると博識ぶりを教えてくれる。実際に象徴は具体的なものを指すことが基本であり、力だけでなく象徴の知力を持って新時代を引っ張っていくオールマイトにはなかった強みを発揮してくれる。使用例。ダークマイトのせいでヒロアカ知らないけど劇場版見たくなってきた。これがステマの力。世界よもう大丈夫、俺が来た。この俺が象徴となる。この力で俺はオールマイトを超える。ダークマイト伝説の幕開けだ。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクスト本予告。もはや会話することすら放棄したパワー構文。平和というのはまず力で押さえつけてから交渉して勝ち取るものであると過去の歴史からも証明されている。使用例。世界よもう大丈夫、俺が来た。来たからなんなんだよお前は。もう大丈夫。何が大丈夫なんだよ。この俺が象徴となる。いやだから。この力で俺はオールマイトを超える。ダークマイト伝説の幕開け。そんな中、突如として謎の巨大要塞が現れ、町や人々を飲み込んでしまう。そして生徒たちの前に、見た目はオールマイトにそっくりだな真逆の信念を持つ敵ダークマイトが立ちはだかる。書質は僕のヒーローアカデミアザムービーユアネクストのあらすじ。ダークマイト構文内で最強にして最も使いやすい定型文。全く関係なかろうと、どんな状況だろうと文の最後にこれを乱入させるだけで世界よもう大丈夫、俺が来たことになってしまう。今まで散々否定されてきたが、平和の象徴オールマイトを継ぐにふさわしく、今後の世界を担っていく素質を十分と見せつけてくれる。使用例。巨悪オールフォーワンとの死闘を制した平和の象徴オールマイトは、次は、君だ、という言葉を残してナンバーワンヒーローの座を退き、その意志はデクたち推す UA 高校ヒーロー科の生徒たちに受け継がれた。デクたちが UA 高校2年目の春、ヒーローとヴィランの全面戦争が勃発し、デクは恐るべき力を得た死柄木と村と激闘を繰り広げる。死柄木の撤退により戦いは一旦の終結を迎えたものの、日本各地の刑務所から脱獄したヴィランたちによって社会は荒廃していく。そんな中、突如として謎の同人漫画が現れ、SNS や販売電子サイトを飲み込んでしまう。そして堀越康平の前に、画風はヒロアカにそっくりだが魔楽の信念を持つ敵ホリエロスが立ちはだかる。いかがでしたでしょうか。ここからは総評となります。個人的にはダークマイト乱入が屈指の使いやすさだけで、他の構文は話し合う気もない壁打ち気味なものが多くとても使いにくいです。使い勝手としては侍8に似ている印象を受けます。直近で話題になったドリトライ構文がトゲがなく使いやすいのと対照的です。
長々とご視聴ありがとうございました。